7回折るだけでとても簡単にできるアジサイの折り方です。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回でできました。ゆっくり折りながら説明します。5センチ角の折り紙を外側が表になるように三角に折ります。これで1回目。一度開いたら90度回してまた三角に折ります。2回目です。もう一度開いて今度は白い方が見えるように長四角に折って3回目。90度回して4回目。これを開いたら谷折りの部分を持って真ん中に寄せてきます。するとこんな形になりますから真ん中の部分を少しだけ折り返します。これで5回目。これを左右に開いて指を入れるようにして開いたら押しつぶすようにして6回目折ります。反対側も同じようにして7回目。これで小さい花が一つ出来上がりました。この方法を使うと何枚か重ねて一度に折ることができます。 4、5 枚重ねたら4回折るところまでは同じです。この形にしてしっかり折り目をつけたらバラバラにします。5回目以降は一つずつ折りますが、1枚ずつ折るよりもずっと効率よくたくさん折ることができます。ここで使ったグラデーション折り紙はコメントの URL からダウンロードすることができます。花をまとめる方法はコメント欄をご覧ください。